世界で一番わざいなく切れちゃなというち六刀打ち上げどころ、それが種子島に合言を私たちは知っていか有名じゃもんな。あと一つ、この島には宇宙とつながってわざいなかとこがあったじゃろう。それがまずは宇宙通信所じゃろう。2024年種子島の増田宇宙通信所は開所から50年の時を経ました。先だって筑波の追跡部門、勝浦沖縄の宇宙通信所も50年を迎えましたが、追跡ネットワーク技術センターの業務は50年前から変わりありません。もちろんこの半世紀の間に運用技術や受信送信技術などは飛躍的に進化していますが、ただひたすらに遠い宇宙にいる衛星や探査機とコンタクトを取り、正確な軌道に導き、ミッション達成を後押しするという点は何も変わっていません。これらの宇宙機の安全を見守り導く追跡管制運用は、日本の宇宙開発の根幹を支える仕事だと自負しています。近年では打ち上げた宇宙機の追跡だけではなく、宇宙機に接近するデブリの追跡も行い、安全を確保する活動を実施しています。宇宙利用の勢いはとどまるところを知らず、その開発利用は民間教育機関にも広がっており、この先共に手を携えて宇宙の可能性と未来を開いていくことになるでしょう。各通信所では展示室なども公開しておりますので、ぜひお越しいただき、宇宙を身近に感じていただくきっかけになると嬉しいです。